おはようございます。釣りに来ています。今6時半です。遅刻した。4時間ぐらいしか寝れなくて、でもよかった。一番乗りです。 OK、 じゃあ早速も準備に取り掛かります。自作仕掛けです。よいしょ。ここにワンタッチつけるだけ。よし、ライト。次、これに、はい、これも自作サブキです。なんでこの自作にこだわってるかというと、以前市販のサブキ使ってた時に針がね、折られたんですよね。で、あと、この枝分かれになってるこの根元から、こう、糸が切れてて、逃げられたというね、経験があるんで、そっから、もう市販のは信用できなくなって。で、自分で作ったサブキとか仕掛けで、逃がしたら、まだ、自分の実力が足りなかったんだなって、こう、納得できるというか、そういうのもあって、もうずっと、自作です。これは5本針ついてます。で、鈴用意します。いいか。え、魚跳ねた？うわ、流される。めちゃめちゃ。とりあえずこれでひとまず OK で、あと釣り竿2本あるから すいません。これでなんかアジとか狙って、こっちは、アジ釣れたら泳がせ。バッチリ、準備バッチリ。オッケー。すごい、綺麗だ。光が差してる。お、鈴鳴った。あ、
ああ、いるいるいる。よし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 、来たー。なんか軽いな、でも。どこ？あ、やった。あ、ほーだ。やったー。お、泣いてる。あれ、これサイズあったっけ？ああ、いいや。ちょっと調べます。はい、今調べたら、レッドガーナード25センチリーガルサイズ。あ、全然ある。意外にでかい。38。よし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 、よし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 、やったね。よかった、一匹釣れて。よし、じゃあ釣れます。よしよし、あ、やばい、なんか壊れたかな。やばい、変な音してる。お、あ、やばい、負けない。あ、よし。あ、ちっちゃい川へ釣れた。あー、リール壊れたっぽいな、ショック。こういうの釣れました。よいしょ。よし、これ泳がせ。あれ？よし。ここにキープしといて。それでも投げる。うわあ。どこがおかしいんだ、これ。あ、ぶっ飛んだ。餌一つぶっ飛んだ。これ、おもり付き泳がせ。で、針と。
こう、こう。こうか。よし。こんな感じ。盛り付き泳がすを左にする。でこれは上げちゃって、あ、負ける、まだまだ負ける。もうちょっと裏は後ろ、あ、なんか当たってるな。大変だな。せーの。あー、釣り人来ちゃった。よし、でドラグゆるゆるに。ちょっとゆるすぎる。お、すごい。もうかわいい。いや。あ、おー、オッケー。釣り人からちっちゃいサメもらいました。うわー、うわ、どうすんのこれ。うわ、とりあえず入れとこう。10時10分です。すげえ釣り人来た。すごいいる。すっごい。
あ、釣れた。やったー。